しでーす。そしてミカでーす。今日はドイツのどこが楽しいについて話したいと思うので、今日はボンの魅力について話したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。うー、ボンってどこが一番楽しかったですか？ボンのいいところは絶対マキシもわかると思うんだけど、大きすぎず小さすぎない、そのちょうど良さ。いやそう、ちょうどいい。私はね、そのちょうど良さっていうのも、友達がこう端っこに住んでたんですよ、ボンの端っこ、そしたらね、ドイツには夜中バスっていうのがあって、ナイトバス、でそうすると夜中になってもね、ちゃんと家まで帰れるんですよ。でもちろん普通のバスよりね、そのバスはこう遠回りしてくるくるね、ちゃんと帰れる。そう、うん、まあボンだけじゃないよね、多分ね。ね、そう、多分ドイツ全国、いろんなとこにあると思うんだけど、だからパーティーに行っても安心、女性一人でも安心、いいよね。あとなんか、ボンは大学の町ですので、大学の真ん中にボン大学っていうのがあって、だから学生にとってはすごい、そうだね、すごいいいんですよ。住みやすい、はい、住みやすい、で大学の真ん中に大学があるから、そこにこう、コーヒー飲みに行ったり、勉強しに行ったり、アイス食べたりフライバー、プール行ったり。あ、そうそう、プール、ボンはプールもあります。プールもすっごい楽しいんですよ。しかも安い、めっちゃ安い。そう、安いよね。いくら？200円以下くらい、そう、学生証でね、学生証で、あとね、ドイツのプールはね、もちろん隠して瓶ビール、もうこっそり持って入るんで、プールで泳ぎながらこうちょっと飲んで、みんなね、泳ぐよりまあ遊んでますよね。ね、そうだね。あとね、公園とかライン川が、もう大好きだった。ライン川でこうジョギングとかできるんですよ。そうジョギングもできるし、夏になるとこうバーベキュー、グリレン、超懐かしい。もうそれがドイツで一番好きだった。なんかね、スーパーの中にバーベキューセットみたいなの売ってるんですよ。なんか一回だけ使えるようなバーベキューの、で、あれを普通にボンと持って公園にパッと置いて、で、肉焼いて、ソーセージ焼いて、ビール飲んで、ゴロゴロして、いや、もうドイツの夏はあれも一番楽しい。そう、あとね、あれだね、時々フリーマーケットやってますね。やってるね、やってるね。そうそう、フリーマーケットも楽しいし、バッドゴーデスペアク、バッドゴーデスペアクとかも、あとね、やろうと思えば、だってお城とか、そうだね、そうそう、な、地名がもう出てこない、忘れちゃった。なんだっけの公園、なんかヤパーニッシャーガーデン、スキプタイネンヤパーニッシャーガーデン、日本の公園まであって、まあ、つまりドイツは自然はすごいいっぱいあって、こう子供とか、なんかね、年齢関係なくて、いろんな人がすごいいろいろ楽しめる街だと思います。なんかボンは本当お金がかかんないで、いろいろなんかリラックスできる感じ、のんびりしてる街です。そう、でももちろん自分も時々ね、都内に行きたくなったら、来るまで電車で40分ぐらいかな、電車で。そうだね、40分。で、あと留学生の証明書だとね、電車無料なんで、そう乗り放題、しかも週末もう一人連れていけるっていう、そう、だからね、時々ちょっと意味わかんないよね、でもね、時々ね、知らない人に、あなた学生ですかって聞いて、一緒に乗ってもいいですかってこう、知らない人に聞かれる時もあります。そう、だから学生はすごいお得だから、ね、ボンとケルンなんか1区間多分1500円とか、意外とね、ドイツバン普通に乗ったらかかるから、すごい、だから学生は声かけられる。そうだね、声かけまくってた日本人の留学生もいました。います。そうそう、留学生というか、なんだ、ワーホリとか語学留学で短期で来てた子たちとか、そう、上手だよね。あとはね、お城がね、もう一個のさ、クーネクスピンター？いや、もっとちっちゃい、あるじゃん、ある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 、ブリュー、
あ、ブリュール。ブリュールにはあのすごい有名な美術館あの2つあって、でそのボン大学は、まあ、お城だったの で、うん、でその人 の、 あの夏の別荘がブリュールという町にあるので、あ、そうなんだ、まあ、そうそうそう、あれね、あの彼の別荘なんだよね。なんか似てるなとは思ってたんだけど、そうそうそう、似てます。黄色いわみたいな、そう、可愛い色なんだよね。いやだからあのドイツのお城とかが好きだったらぜひぜひそこの小さな町に行ってみてください。そうで、ボイルにもあと遊園地あるんですよ。あるある、ファンタジアランド。まあそれはディズニーランドみたいにちょっと値段は高まるので、うん、まあちょっとお金余ってからそうだ、ね、いいと思います。そうだね、普通の毎日だったら公園でゴロゴロしてビール飲んでソーセージを食べるっていうね、うん、そういう遊び方をおすすめします。します。わあ、ということでドイツの留学に質問ある方、ドイツの生活に質問がある方、この絵について質問ある方、美香子ちゃんに興味ある方、何でもいいのでぜひぜひコメントをお願いします。チュー。